はい、朝ドラ大好き、こきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は来週ですね、第21週の予告をやっていきたいと思います。公式のツイッターやホームページで公開されている次週予告なんですけれども、これをどういった場面を描写しているのかというところについて、Yahoo テレビの予告とすり合わせて予想しておりますので、紹介していきたいと思います。はい、当然ネタバレを含みますので、その点ご注意の上見ていただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、次週の目玉になってくるのが、トミー北沢の再登場ではないでしょうか。次週予告にはトミー北沢のシーンが多く描かれていました。岡山から戻った大月一家のもとに、トミー北沢が初めて訪問するエピソードが99話で放送されるようです。時代は1994年ですね。そしてこの場面では、ジョーはまた音楽活動を再開するよと流れているんですが、音声と映像は予告ではずれていることが多く、ミスリードが多いんですが、どういう展開になるんでしょうか。はい、そしてルイは久しぶりのトミーとの再会に喜んでいる様子ですね。ジョーの自殺を止められたのはトミーのおかげと言っても過言ではなかったですよね。はい、そしてトミーはジョーに音楽活動復活のきっかけを与えに来たのかが気になるところですよね。作曲家や違う楽器、例えばピアニストとしてジャズ界に復活する、そんなシナリオであれば、激アツ展開ですよね。はい、続いて、一恵の恋のエピソードも、描写されていました。これは時代が5年後の1999年となります。榊原と付き合っていた一恵が、そば屋で榊原が泥酔した美咲すみれを優しく解放していたところを目撃します。動揺する一恵、この時、美咲すみれは凛太郎と離婚していることになります。ということで、101話で描かれるエピソードになってきます。誤解を解こうと大月にやってきた榊原というところでしょうか。はい、ここからはルイの髪型に注目していただきたいのですが、トミー北沢と会っているルイの髪型は、こんな感じでしたよね。それに比べると1番と2番は非常に短いショートになっています。はい、この回転焼きを食べる場面とスーツケースを持ってルイとジョーがどこかへ出発する場面で、ルイの髪型はベリーショートになっています。したがって1994年ではないのかなという気もしますね。ルイとジョーは安子を探すため本当にアメリカに行くのでしょうか。手がかりが何かしらあったのでしょうか。それともジョーの音楽活動の再開に関係する描写なのか、ちょっと今の時点ではわからないです。ただ、サプライズ出演となった松村北斗さん演じるミノル、ルイは岡山の神社で終戦の日にですね、父の幻影に会ってからアメリカにお母さんを探しに行きたいとジョーに言っていたことから、流れとしてはアメリカに行ってもおかしくないということなのかなと思います。はい、そしてルイの髪型がベリーショートになったということで、深津絵里さんデビュー当時の JR のクリスマスエクスプレスの CM を思い起こすことになるんでしょうね。はい、そして1番と2番、時系列が逆であるとするとですね、スーツケースを持って出かけた2人がもうすでに戻ってきたということにもなるので、その辺の時系列も次週予告ではいろいろ変えられているので、なかなか難しいところですね。はい。はい、ここからはですね、英会話ができるようになった日向が描写されているのではと思います。ラジオ英語で5年間英語を勉強したことで、映画村で外国人観光客の案内ができるようになった日向が、
第100話で描かれていて、これは何か職場で復習をしている様子なのかなという感じですね。日向もまた母るいが、みのるの幻影を見たように、岡山の終戦の日にカムカム英語の講師役だった平川忠一さんの幻影に会い、ラジオ英語で地道に勉強しようと決意することになる様子ですね。はい、この場面はですね、映画村でハリウッド映画の撮影企画が行われるということで、日向が視察に来たチームの方を英語で案内している様子だと思われます。はい、これはかつての英会話教師ですよね。大月家を案内している様子です。これはヤフーテレビの予告にはなかった描写ですね。大月に来ているのか理由はわからないですが、この教師ロバートと何らかのつながりがあるのではと考察されている方も何人かいらっしゃいます。はい、ここからは日向と回転焼きの関係を示しているような描写ですね。どうやら日向は悪いからあんこの作り方も教わっている様子で、全工程一人でできるようになろうとしているんでしょうか。はい、この場面はですね、吉右衛門夫婦が孫ですね、おそらく吉之丞と小夜子の息子だと思いますが、回転焼きを買いに来た様子です。日向は仕込みからすべてマスターしている、そして回転焼きを作っているという場面なんでしょうか。そして両親はアメリカに行って留守なので、日向がすべてやっているという場面なんでしょうか。はい、第21週のカムカム公式の自習予告の解釈を紹介してきました。ヤフーテレビの解説になかったシーンが数多くありました。英会話教師を大月に招く日向、安子を探しにアメリカに行くのか、他の理由でかスーツケースを持って大月家を出発するルイとジョー、この出発するルイの髪型がいつの間にかベリーショートになっていますね。それ以外はトミー北沢が大月家を訪問したり、三崎すみれをめぐっての一恵と榊原の恋の波乱、ハリウッドから視察にやってきた一行を日向が、流暢な英語で映画村を案内するシーンが流れていたのではと解釈しましたが、どうなんでしょうか。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。